宮地修は、日本の演歌歌手。茨城県北茨城市出身。元殿様キングスのボーカルとして活躍。味のある風貌、抜群の歌唱力と独特の印象的な節回しで、有名な歌手である。1967年に、殿様キングスのメンバーとして、活動を開始。当初は、コミックバンドなどで活躍していたが、歌謡曲に転向。メインボーカルとして1973年にリリースされた涙のミサオは爆発的なヒットとなった。後に続く夫婦狂、女の運命などもヒットした。1990年に殿様キングスは解散。その後も引き続きソロ歌手として活躍。涙のミサオなど殿様キングス時代の曲や殿様キングス解散後に長田敦が結成したオヨネーズの歌もそのまま歌い継いでいる。現在でも各種歌番組などのテレビやラジオ、敬老の集いの歌謡ショーステージなどに出演している。また作詞、作曲、俳優業など幅広く活躍している。拳をコロコロ回してビージーズのマサチューセッツなどを歌う演歌マサチューセッツが得意の持ちネタだったが、このネタの誕生はある歌番組の本番前に何気なく宮地が洋楽を口ずさんでいるのを聞いた沢田研二が大受けし、それを非常に気に入って、それもっとやった方がいいよ、と助言したことがきっかけとなった。読売年間2016年版 P524 放送時間にちなむ。ありがとうございます。